今回は MOD の導入方法と MOD サーバーの立て方について解説したいと思います。最初にご説明する MOD の導入方法はクライアント MOD と呼ばれるものです。シングルモードで MOD を導入して遊びたい、もしくはお友達の MOD サーバーに参加したいという方に向けたものになります。サーバー主さんも管理をしやすくするために導入しておきましょう。後半は MOD サーバーの立て方になりますので、サーバー主さんだけが準備をします。バニラサーバーの立て方については前回動画にいたしましたので、まずバニラで成功してから MOD サーバーに挑戦しましょう。それではまずクライアント MOD の導入方法について解説いたします。まずは MOD を管理するマインクラフトフォージをダウンロードします。こちらがマインクラフトフォージのサイトになります。ちなみに Google Chrome を使用しております。左に過去バージョンがずらっと並んでいますが、今回は現段階での最新バージョンになります 1.14 にします。お友達のサーバーが過去バージョンを使用していたら、自分も同じバージョンにしましょう。さて、英語でいろいろ書かれていますが、こちらが安定版になりますので、安定版にしておきましょう。このインストーラーをクリックすると、別サイトに飛ばされるので、どこもクリックせずにしばらく待ちましょう。ここに、スキップと表示されたらクリックしましょう。警告が表示されますが、保存をしてダウンロードしましょう。はい、今ダウンロードしてきたファイルをデスクトップに持ってきました。それではこれをダブルクリックで開きましょう。この JAR ファイルが開けない場合は、前回動画の Java をインストールや JAR Fix のダウンロードをご参照ください。それでは一番上のインストールクライアントにチェックが入っていることを確認し、OK を押しましょう。インストールが完了するまでしばらく待ちます。これが表示されると完了ですので、OK を押しましょう。さて、ここでクライアントボットを管理するフォルダを用意しておきます。新規作成からフォルダ。名前は自由ですが、今回はモッド C にしておきました。マインクラフトのランチャーを起動しましょう。左下のプロファイルがフォージに変わっていますね。バニラに戻したいときは、ここのプロファイルを元に戻せば OK です。起動構成をクリックしましょう。フォージの欄の右、ここにある編集をクリック。名前にわかりやすくバージョンを記入しておきましょうか。1.14。解像度はゲームを起動したときの画面サイズです。いつも通りがいい方を放置。私は少し大きくしておきます。最後にゲームディレクトリ、ここの参照をクリックしましょう。先ほどデスクトップに作成した MOD C フォルダを指定して OK をクリックしましょう。はい、これで保存。プレイを押して一度マインクラフトを起動しましょう。左下にちゃんと Forge と書かれていますね。ここに2MOD と書かれていますが、これらは最初から入っている必須な MOD なので気にしなくて OK です。ついでなので日本語にしておきましょうか。これで準備は整ったので、一旦終了して MOD をダウンロードしに行きましょう。MOD には様々な種類がありますが、注意したいのは Forge とMOD のバージョンを合わせることです。今回は 1.14 フォージなので、1.14 に対応した MOD をダウンロードする必要があります。また、MOD サーバーに参加したい場合は、そのサーバーが導入している MOD と同じ MOD を入れないと参加できません。サーバー主さんに MOD を送ってもらうか、もしくは同じものをダウンロードしましょう。ただし、影モッドなのはサーバーに依存しないので、個人個人自由に導入して OK です。さて、モッドをダウンロードしてきたら、そのファイルを先ほどのモッド C の中のモッツフォルダの中に置いてやります。もし、
モッツフォルダが見つからない場合は、新規フォルダから作成してやりましょう。あとはゲームを起動して、モッドが導入されているかを確認します。左下が3個に変わっていますね。これが今回導入したモッドです。シングルプレイでワールドを作成しましょう。確認のため、チートはオンにしておきます。作成。入れました。クリエイティブモードにして、モッドがちゃんと導入されているかを確認します。はい。バニラでは存在しないアイテムたちがあるので、成功になります。モッドサーバーに参加する際に、こういうエラーが出ることがあります。これは、モッドかフォージのバージョンが合っていない可能性が高いので、サーバー主さんに確認してもらいましょう。以上で、クライアントモッドの導入方法は終わりになります。役に立ったよ、という方は、高評価、チャンネル登録をお願いします。さて、ここからは、モッドサーバーの導入方法になります。前回の動画を見て、バニラサーバーを立てれた方は、問題なく導入できるかと思います。まずは、モッドサーバー用のフォルダを作成しましょう。新規作成、フォルダ、先ほどはクライアントの C にしたので、次はサーバーの S にしときましょうか。そしてまた、フォージをダブルクリックで起動します。今回は先ほどと違って、真ん中のインストールサーバーを選択します。ここをクリックして、先ほど作成した modS フォルダを選択して開く。OK を押すと、またインストールが始まるので、しばらく待ちましょう。インストールが完了したら、modS フォルダを開きましょう。4つのファイルが入っていますね。バニラでは、server.jar がサーバーでしたが、Forge ではこちらがサーバーになります。ダブルクリックしましょう。いろいろとファイルが追加されましたね。バニラと同じく EULA を開いて、false を true に変更して、上書き保存をしてから閉じます。はい。もう一度 Forge サーバーをダブルクリックして起動します。見覚えのあるやつが出てきましたね。サーバーを読み込み中なので、またしばらく待機して、ダーンが出るまで待ちましょう。Forge では、これがサーバーになるので、毎回起動してやる必要があります。また、バニラと同じく、ここから OP 権限を与えてやることも可能です。それでは、一旦サーバーを落として、先ほどの鉱石モッドをサーバー側に導入してやりましょう。手順としては、クライアントの時と同じで、modS のモッツフォルダーに入れてやります。次に、クライアント側にも、鉱石モッドを入れてやる必要がありますが、こちらはクライアントモッドの時に導入したので、今回は省略します。これで、モッド C、モッド S の両方にモッドが導入されましたね。あとは、もう一度フォージサーバーを起動して、ゲームを起動しましょう。マルチプレイ、サーバーに接続、入れました。先ほどと同じようにクリエイティブモードでモッドが導入できているかを確認しましょう。ありましたね。複数個のモッドを導入する場合は競合しないように注意しましょう。まあ一個ずつ追加していってエラーが出ないか確認するのが無難ですね。理想のモッドワールドが完成したら、あとは参加したいお友達にサーバーアドレスとモッド情報を教えてあげましょう。はい、以上で解説は終了となります。ご質問、ご指摘などがございましたら、こちらの動画にコメントをいただけると対応させていただきます。それでは、またお会いしましょう。バイバーイ。